子です。友達100人じゃないけど、みんなと仲良くできれば嬉しいかなって思ってます。よろしく先生。まさかオモラス。黙れ。何、お前そんなにすごいの？いや、そんな、別に。どれ、この程度なら大丈夫なんじゃないか。あ、そうですか。ですよね。この限定ぬいぐるみどうしても欲しかったのよ。付き合わせてごめんね。ううん、全然。ひなの嬉しそうな顔見てるだけで楽しいもの。って早く突っ込んでよ。ああ、冗談なのか。先生、飴食べます？美味しいんですよ、これ。お、知ってる。うまいよな、これ。じゃあ、はい、どうぞ。おい、ちょっとこれ預かってろ。はい、何でしょうか。預かってろとは。堪能した、超楽しかった。ありがとう、花。こちらこそ。二十歳女子をもてあそんで好き放題してる。トクラ。はい。面倒をかけてすまなかったな。ん？先生が塩らしくなってる。トクラ、てめえ。ごめんなさい。突然ごめんね。エイコさん。エイコちゃん。はい、エイコです。私からもプレゼントをやろう。ほら、じっとしてろよ。先生、これどう見てもゼムクリップなんですけど。安心しろ、私物だから返却不要だ。うわ、嬉しいな。うわ、清瀬さんひどい。下の名前で呼ぶなよ。ま、誕生日おめでとう、ドクラ。おや、何ですかそれ。スープ、妹が栄養偏るからって持たせてくれて。ああ、妹ちゃん優しい。名付けて妹汁。はじめまして、ドクラエイコと申します。ドクラさん。エイコです。ドクラ、エイコさん。はい、よくできました。いつ連絡入れたんだ。お前本当は自分で外せたんだろ。酔った先生可愛かったのに。うるせえ。英子ちゃんの一年が幸せなものでありますように。英子ちゃん、ありがとう、嬉しい。いい子ね、花は。私なんて浪人しまくりでもう二十歳なの。道理で大人っぽいと思ってたけど、ごめん。みんな、特に英子ちゃん、二十歳で納得してしまって。かく、帰るのか。帰りますよ、そりゃ。帰るのか。行ってほしいんですか。行ってほしいのか。こっちが聞いてるんだけどな。行ってほしいならいますけど。行ってほしいならいますよ。なてなて、なてなてなて、よしよし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 よ。そういえば、こういう飲み物ってストローが2本刺さってるじゃない。カップルで飲むためのものかと思ったけど、これってえ、このためじゃないの。素なのか狙ってるのか本当にわかんないから。もう持ってないのか、飴。いや、あれが最後でした。マジか、くそ。まだ味残ってますけど。何言ってんだバーカ。痛い。甘いけど期待してた甘さとは違うのでした、なんて。妹汁だと妹から分泌された何かっぽく聞こえるけど、妹スープだと妹をそのまま煮込んだみたいに聞こえるわね。これ組み合わせのリストです。 ありがとう。こういうのは得意じゃないから本当に助かる。わからないことがあったら連絡ください。いつでも行きますから。それとですね、どの店員さんよりグイグイ行ってますね、エイコちゃん。シャワー浴びるとギリギリか。汗臭いかな。
別にいい匂いだぞ。そうですか、それはよかった。それじゃあ失礼します。また学校で。何この勝ち試合だと思ったら最終回で逆転食らったみたいな感じは。どうした？どうだい、男子に抱きしめられてるみたいじゃろ。男子ってこんなにプニプニしてるの？大丈夫ですか先生？おね、トクラさんって可愛い？いや、可愛くね。わあ、即答だ、ひどい。どうぞ。ありがとう、エイコちゃん。タマちゃんから聞いた通り気が利くのね。あら、そんなこと言ってくれてたの？だって本当のことじゃないですか。まあまあ先生、一口どうぞ。おいしいですか？ソフトクリームって感じの味だな。まあソフトクリームですから。あ、先生ついてますよ。ああ悪い、つい。焦がれるあまりに幻が現れたのかと思った。痛い痛い。お気持ち受け取りました。返せ。1ゲーム目始まる前に全部外しとけよ、ピンコ。だからやめてくださいってば。